はい、これはですね、シブレーの、ベルイアの、コンバーチブル、だと思うんですね。で、これは、50年代のアメリカは、その豊かな背景を本格的なモータリゼーション時代を迎えた。で、150や210といったベーシックなセダン、ワゴンモデルを得意としたシブレーも、よりラグジュアリーなこのベルイアを導入し、太いトリムやクロームパーツの多様、ピラーレスのクーペやコンバーチブルの専用ボディが与えられるなど、まさにスペシャルな存在で、OHV 直力エンジンのみが搭載。ちなみにベルイアとは LA の超高級住宅地の名に由来するということで、まあお金持ちの人がね、お金持ちの人が買う車みたいな、そんな感じだったんですよね。で、$2,175、アメリカでは$2,175、まあ、まあ、日本とアメリカでは物価が違うから、まあ、アメリカだと安く買えるんですよね、あの車にしても家にしても。日本はね、やたらと金がかかるけども、アメリカは安く車が買えて、まあ、日本でいうとこの50万とか100万もいかないような値段で買えるのかな。で、下手したらそんぐらいで買える。で、だからもっと中古車となればもっと安く買えるってことですよ。中古になれば、まあ、アメリカってのは常に新しいものを求める国の人たちなので、まあ、古い車とかと古い家とかになるともう興味がないんですね。ですから、もう古いものはどんどんぶち壊せっていうような考え方だから、新しいものがもう優れてると。だからもうちょっとでも古くなるともう興味ないみたいな。だからどん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 まあ安くなっちゃうんですね。まあそれでもアメリカはあの安い車だろうが安あのねやあの古い車だろうが古い家だろうが、まあそれを好んで買う人たちも同時にいますけどもね。ただまあ基本的にアメリカ全体としての考え方って言ったら、まあ新しいもの好きだから古いものはもう用はないみたいな、まあそんな感じなんですよね。だけど、まあなかなかこれはいいですね。まあ、なんつったってアメリカってのは自動車大国と呼ばれてる国ですから、まあ、自動車が成り立ってね、まだ日本にはそれこそ自動車なんてものがね、走ってもない頃のような時代から、アメリカはすでにティーカタフォードとか、まあ、言ったキャデラックとかでもう名を馳せてますからね。だからこのシボレーなんかも、やはりいい車だなと思います。で、これ今でも売られてるんですね。これ18年ぐらいもう経過してるんですが、今でもトイザラスで売ってましたね。びっくりしましたけどね。18年ぐらい経って今でも売ってんだなと思って。で、これ結構長くこれ売ってんだね。で、これは、ジョニーライトニングですね。ジョニーライトニングのまあミニカーになります。これは開くのかなと思いきや、これボンネットが開かないタイプなのかもしれませんね。あ、開かないですね。開くのかなと思いきや、ちょっと開かない感じ。でもベルイアのこういう感じ好きですね。で、ベルイアってオープンカーもあればセダンタイプもあって、こういうワゴンもあるんですね。で、ワゴンのこのベルイアのこの感じがいいですね。この可愛らしいこのすっとぼけた感じがね。こういうところの、まあ、ベルイアの、まあ、良さだなというふうに思いまして、なかなかこういった車って非常に魅力的だなっていうふうに思うね。まあ、車の中の時代だなと。いうふうなものを強く感じさせていただける、そういう車でございました。どうもありがとうございました。